こんばんは。ここは京都です。これからですね、東海道線の最終電車やすゆきが今出発するところなんですけども、東海道新幹線のこだま号の最終便で新大阪に、でも夜遅いわけですが、明日の朝もまた早くてですね、6時から、朝の早くからここで撮影をします。明日の四季800という貨車があるんですが、まあ、それについては交通チャンネルの方で見ていただきたいと思うんですが、もう朝の6時ですよ。もう今12時半だってな、明日の朝6時で、しかも明日ねまた大学に用事があるんでね、それ動画撮った後大学行ってね、いろいろ勉強とかしなきゃもういやしょうがないですね。大学生ってのは勉強するもんなんで、まあ、ともかく、そういう状況ですから、もう京都の街中にこれから繰り出してホテル泊まるとかそういうのもめんどくさいわけです。とにかく便利なところ、高くてもいいから便利なところに泊まりたいと思いまして、本日は京都駅直結のところにしました。京都駅はですね、画面の奥が神戸方面で、画面の裏側、まあ、こっち側が東京方面なんですが、この端っこのところに一つ階段があって、でそれからまっすぐ行ったところ、上を渡る橋があるんですけれど、まあそこに登りますと、近鉄とかね、いろいろと乗り換えの、ルートもあります。多分近鉄電車も今日は完全に今0時半ですからね、終わってると思いますが、そのすぐ近くに近鉄のホテルがあるんですね。神田京都駅の改札口、いつもめちゃくちゃ混んでるんですけど、ちょうど今ね、自動券売機もあんな風に閉まって、いやー、こんな光景なかなか見られませんよ。いつもね、京都はもう本当に人にごった返してて、まともに歩くのも難しいところですからね。到着列車はまだあるんですけれど、京都駅から出る列車は全部終わりました。嵯峨野辺線方面の運転は終わりました。北陸線方面は終わりました。山科方面も終わりました。大阪方面も終わりました。関西空港方面も奈良線方面も全部終わりました。すごい光景です。このように八丈口方面に行くんですが、まあ、ここから少し、ほんのわずかですけどね、エスカレーターで下ったところ、まあ、ちょっと段差になったところのこの下から近鉄が出ます。で、近鉄ホテルなんとかみたいな名前だったと思うんですが、私も今現在名前はちゃんと覚えてませんけど、雨に濡れずに行くことができますって言ってたから、ここら辺からそのまんまホテルに入れるのかな。ホテルグランウェア京都って言ったと思いますけどね、確かそういう名前だったと思うんですが、JR の改札のすぐ脇に入り口がある京都駅直結の高級ホテルもあります。しかし、ここじゃなさそうだな。あ、近鉄の京都駅はこんな風に閉まるんですね。あ、ここは24時間開放なんだ。エスカレーター止まってんな。これ別に止まってるエスカレーター降りてもいいんですね。おー、不思議な感じがする。あったあったの、八丈口の小型タクシーの乗り場の近くですけどね、この宮古シティ近鉄京都駅って、私の予約したのここだったわ。いつもね、ここに来るとお香の香りがするんですけど、これ夜のもう完全に人気のなくなって、この時間でもお香の香り漂うんですね。どっからやってるのか知らないけど、まあいい香りですが、ちょっと匂いがもったいないんじゃないかな。で、もう完全に入り口は閉まってるんですけども、近鉄の駅の構内に入るんですが、こういう遅い時間になるとね、夜間専用インターフォンがあって、まあ、それでホテルに泊まる人だけ特別に入れるんだそうです。面白いね。いい番号だ。2階は近鉄のホームなのかな。3階でございます。いいなあこれ。こういう見え方、トレインビューってやつですね。近鉄のホームの真上にあるんだ。やっぱり湖西線、草津線の117系、奈良線の205系もいます。それからこっちにはあと207系と117系ます。すいません、これ鉄道チャンネルじゃないんでね。京都駅ビルを見ながら、駅ビルのあっちのホテルが確か、ホテルグランビア京都、あそこもなかなかいいホテルだそうですね。まあ、こっちより向こうの方が高級なのかな。ここもかなり良さそうですよ。ここが351か。すぐでしたね、エレベーターの。うちがラストナンバー、エレベーターのすぐ脇です。あそこ今通過してるのは、もしや、いやまだ貨物列車でしたけど、これからですね、特急サンライズ号も見えるはずだな、この時間なら。まあ、せっかくなんでサンライズ号が通過する様子も見ましょうね。もうちょっと向こうの端っこの方だったらなお良かったですね。で、いきなり電車の話ばっかりしだしましたけど、ツインルームだったな。ツインしかないのかな。私なんかシングルで予約したと思ったんですけどね、なんかツインルームに通されてるな。
多分あるんでしょうね、ツインルームに変えてくれたんだろう、何も言わなかったんで不思議なんですけど、まあいいわ。よし、じゃあまあ電車が見た方がいいんで、ここら辺は荷物置き場にして、なんか言うことあります？別に普通のホテルじゃ普通のホテルですね、なんか結構新しそうですね、ちょうど日なんかも、よいしょ、こんな感じだ。せっかくサンライズの見えるホテルに泊まったんだから、ここが来たと思ったらね、これ最終の京都駅に最後に着く大阪方面からやってきた京都止まりの新快速ですね。ああ、これが新快速の終電。さすがに空いてるな。さっき私が乗った安行きとは全然混み方が違う。まあ、新快速はこんな感じで割と空いてるんですけども、多分、サンライズは見えないだろうな。なかなか来ないな。サンライズ号がもう来てくれればね、私もあとは安心して寝てられるんですけど。お、来た来た来たぞ。ちょっと見づらいんですけどね、サンライズは中線1番を通過しますんで、どこにいるのかちょっとこんなんじゃ分かんないよね。そうそう、ほら見えましたよ。こんな程度かよって思われるかもしれませんが、ほら確かに京都駅を通過しています。これここに止まんなきゃ見えないですからね、京都駅を通過するサンライズ。ところでサンライズ号は当然毎日上下双方に運行されていますので、東京行きはこんな風にしか見えませんけれど、もし明日の朝4時ぐらいに起きて見ることができれば、この手前側の線路を走るサンライズ号の姿だって映せるはずです。いや、それすごいやってみたいですけどね。手前側の写真はもうここ通らないと本当に見られないし、なかなかいい光景だと思いますからね、ぜひ撮りたいんですが、それは明日の朝私がちゃんと起きられたらの話です。起きられないような気がするな。朝の4時ですよ。シングルでもツインでも心底どうでもいいこの、ベッドですけど、とりあえず一旦明るくしてですね、これも明るくしておいてんで、まあ、あとは、お風呂場とか見ますか。これは広そうだな。あ、まあ、普通の日本のホテルって感じだ。まあこのホテルの内装的にはビジネスホテル感もありますけど、でも綺麗だしね、あのエントランスの感じなんかもいいし、なんかたくさんこうアメニティなどもあります。まあヒカキン TV 普通だね。ちょっと通じないネタ、この話通じない方が多いと思うんで、まあ、そういう言い方になりましょう。あ、結構客室多いんだな。それそうですよね、近鉄のホームの上にあるわけですから、こんな横にずらっと並んでツインルームがこの大きさでしょう。多分ほぼツインかダブルの部屋なんですよね。この352から359までのこの妙に縦長のこの部屋はどういう構造になってんだろうな。あ、なんか東京ステーションホテル的なあの横長の建物ですね。へえ、なかなか面白いホテルだな。ちょっと廊下出てみますか。多分ね、近鉄のホームの形に沿ってるんだと思うんですけど、すごいこの右にこうぐねっとこう曲がってまして、奥がどのようになってるか、奥までどれぐらいの距離があるかはね、パッと一目では見渡すことができないんですよ。まだまだ奥まで続いてますけど、これ一番奥のところからどういう風に見えるんだ。お、こういう風に途中から見えるところもあるんですね。エレベーターホールだけじゃないんだ。あー、なんかこっち、あ、いいなあ。電車も近くなってくる。あ、さっきここで撮ればよかったな、サンライズ。回送電車が来たぞ。こんな夜遅くのね、深夜の。こんなでもこれいろいろ来るわけですから、昼間ここで電車見せたら楽しいだろうな。なるほどね、ここにこんな、留置線がありますけど、すごい入れてる風景。真上から見られるなんて嬉しいですね。あの一番端っこまで来たんですけど、これはね、ひょっとしてね、もしかしてですけど、やっぱりそうだ。この真下から近鉄の電車が出てくるわけですよね。近鉄の京都駅の4番線か4号線出発ってここに書いてありますけど、これ真っ昼間だったら、ここ3階ですが、もう真下の2階がホームになってるわけでしょ。へえ、こっからこう電車が出てくるの見えんですね。もう終電終わっちゃってる時間に来たのが残念、もったいないな。あの、なんなら上下列車両方ともここから出てくるのが見えるんで、ここへ突っ立ってるってのも面白いですね。こんな夜遅くだから私も早く寝たいんですけど、寝たいのにこのホテルが面白すぎて寝られないな。そろそろですね、僕自身もまた、これからあの出発しなきゃいけないんですが、まあ、大体5時40分ぐらいで、お風呂なんかにも入りました。こんな感じずっと一晩中貨物列車など行き交っていたようですよ。本当もうちょっとゆっくり見ていきたかったけどね、あの今から行きますのはもう大事な用事なんで、
ともかく面白いホテルだった。あのサンライズ号はね、午前1時と、午前4時頃通過しますんでね、あのぴったり時間時刻大体そのぐらい、多分ね、1時0分と、4時1分とかそのぐらい通過すると思います。電気消す手間がないってのはいいね。引っ込む気もまとめて消えますんで、ね。